この大きな震災の被害の実態、爪痕をどうやって残してどうやって伝えていくのか、それに対してインターネットがどんなことができるのかというのを正面から議論をし取り組んでまいりまして、そんな中で本日皆様にお伝えをいたしますのが、ストリートビューの技術を利用したデジタルアーカイブプロジェクト、記録保存のプロジェクトをご案内するということでございます。この気仙沼市はじめ三里玄関の町並みをこの地点で一回記録していただくこと、このことは必ずや後に私たちにとって貴重な財産になるだろうなというふうに思っています。